久しぶり。楽しかった。今日あれ、これハーフツインじゃないよな、ハーフアップだ。私ハーフツインって言ったっけ、記憶がないや。帰って、もう私今日本当に眠くて帰ってすぐお風呂入って寝ようと思ったんだけど、どうしてもドラクエがしたくなって、ちょっとドラクエやってからお風呂に入ろうと思ったんだけど、パパがドラクエしてて、じゃあ配信するかってなった全然ほんちょっと、ね、眠くない時で、確かにもう本当にずっと眠いそうな顔してるからね。ドラクエレベル今43です。ドラクエ11-11です。生写真のチェキが当たった、マジで？すごいじゃん。すごいのか分かんないけど、大事にしてください。ね、みんながお出迎えとか、お出迎えとかお見送りで、ドラクエの話をしてくれるのがめっちゃ嬉しくて、もっとしてくれ。なんか私結構ゲームとかそんなしないタイプの人間なんですけど、本当にドラクエドハマりして、スイッチでやってるんですよ。ドラクエ、私なんだっけ、なんだっけ、星の守り人だっけ、なんだっけ、忘れたけどやってたんですよ。それはちゃんとクリアしたんです。ドラクエ買うか迷ってるけど買うべき、やばいですよ私本当にゲームとかしないタイプの人間なんですけど、本当にドラクエだけはずっと昔からしてます。大逆転とドラクエ、どっちだろう。なんかどっちも違う良さがあるんだよね。どっちだろう。なんかその推理とかが好きな人は大逆転やるべき。でも私どっちが好きかな。でもなんか決められない、どっちも本当に好き。わかんないや。逆転検定、なんかね、ママがね、そう、欲しいって言ってたわ、それ。6月のペンギンの写真、お、チェキマジ？おお、なんかチェキ当たってる人いっぱいいる。龍が如く。龍が如くも面白いですよね。私はやっぱカスが一番カスガが好きなので。もう私チェキめっちゃ漏れたのあるので楽しみにしてて、まっすぐすぎて無理。いやだからまっすぐさがいいんじゃん。ドラクエボイスついてるんですよ。 3DS は入ってなかったんですけど、スイッチボイスついてて最高ですこれネタバレになっちゃうからあんまり言わないでおくんですけど、カミュがちょっと今可愛いところで
こんばんは。でもなんか神谷ってやばくない？神谷やばいと思ってんだけど。ドラクエ、あんまりドラクエの話しすぎると知らない人がハッてなるからちょっとやめとこう。みんなかあれだね、好きなんだねドラクエ。結構知ってる人いっぱい。めっちゃ迷う選択肢あるけど頑張って。え、あれかな、あの神を止めるか止めないかのやつ。まあみんなさ、ちゃんとまあ一家使ってくれてて嬉しいんだけど。前半で神が囚われた時ハッとしたんじゃない？した。あ、分かったよ。ごめんね。なんかなんとなく分かるわ。3DS でやってたから。なんか結構な種類をやってたからもう何が何だか分かんないよ。最近ハーフツインじゃなくて、あの最初のカベシャの髪型にしてるんですけど、みんなどっち派なんですか？主人公の名前はひらがなでナギにしてます。でも普通にイレブンにすればよかったなと思ったり。なんか私的にはハーフツインがめっちゃえ、前髪揺れたんですけど、なんか私的にはハーフツインが好きなんですけど、なんかやっぱりこっちもうなんかしっくりくるというか、あ、鼻炎落ち着いた。バギー出しました今。そう、なんかそう清楚に見えるの。なんか清楚に見せたい時はこっち、あの編み込みカチューシャにしてるんですけど、なんか可愛く見せたい時とかはあのハーフツイン。でも髪短くなってからハーフツインしてないんだよね。しようかな。でも私曲に合わせたいタイプで髪型を。例えば何かだったら、今日はたまたま編み込みカチューシャしたんですけど、何かだったらまあ結構元気系っていうか結構可愛い系だから、あのハーフツインしたくて、純夜とかみどもりはこっちでやりたいんですよ。そう、でも迷ってる。なんか純ヨロはさ、こっちじゃない、編み込みハーフツイン、ハーフツインじゃない、編み込みカチューシャ、カベシャの髪型、どっちがいいんだろう。ヒロカッピがなぎちゃん
見た時モデルさんみたいって思った。なんかそれ言われたな、なんか聞いた気がするな。それいるわ、可愛い感じがしだよね。私もそう思って今日めっちゃ迷ったの。直前までめっちゃ迷って、うわ今日どうしようって思ってたら、あのなんかちょっと口が滑って編み込みになった。感じですね今日は。みんなとドラクエの話するのがすごい楽しくて嬉しい。今日スタペラしてて、え、バレた？なんかももちゃんと目合った時に私ちょっと変顔するんですよ。それをたまたま今日癖でしちゃって、やべって思って、本当にやめよう。見てた？恥ずかしいんだけど。自己紹介凪からってのがいい。そう、それなんかももちゃんも言って、凪ちゃんじゃないんだって言ったら、なんか、いやなんか凪のことちゃん付けで呼びたくないんだよみたいな言ってて面白かった。確かに、でも私はももちゃんってちゃん付けしてるんですよね。ももかって呼んだらなんか怒られそう。ももちゃん、ああ入らなかった、ゴミ箱。ももちゃんってイケメンだよな。多分私の方がイケメンですよ。4期でダンスをするってなったらもう絶対私が一番イケメンだと思います。サボちゃんがイケメン派、いや私です。絶対私の方がイケメンなんですよ。アンナもイケメン、確かにアンナもイケメン。そう、なんか最近リップがなくなってきて大変、もう絞り出してます。オールバックで固めたり、普通になんかこういう感じにして。なぎさんがイケメンならメンバーで誰に告白しますか？誰にしよう。迷うな。でもめっちゃ彼女にしたいなって思うのはナナなんですよ。なんかナナは、なんだろう、なんかめっちゃ彼女にしたいですね。なんでだろう、なんかね、もう王道ですよね。わかるわかるよ。なんかサホは彼女にしたくない。なんかサホはなんか高嶺の花感
なんだろう、なんか美人じゃないですか、めっちゃ。私美人怖いんで、ナナみたいな可愛い感じの彼女がいいですね。あと身長差が欲しいので、あとナナってなんかプリとかめっちゃ撮ってくれそう。記念日とか絶対忘れなそうです、自分。自分も美人なのは分かってますけど、アンナか、いやナナですね。アンナもいいんだけど、アンナは可愛い、なんだろう、可愛いというより私は美人系、美人強いなと思ってて、え、もうたかしは彼女じゃないです。アンナちゃん捨てます、すいません。でもなんか最近アンナが私にめっちゃ懐いてる気がして、気のせいかもしれないんですけど、ちょっと自意識過剰かもしれないんですけど、アンナが多分めっちゃ私のこと好きで、なんかもう私が髪切ってきた時も、もうかわいい、もうかわいいとかずっと言ってて、そう、もう最近ずっとアンナと連絡取ってるし、大変なことになって、アンナちゃんを遊び相手、アンナがあなたと遊んでくれると思いますか。アンナだって選ぶ権利はあるからね。私もアンナが結婚するときはもう絶対嫉妬しちゃうかもしれない、相手に。なんか4期は年少組は絶対妹なんですよ、彼女とかじゃなくて。なぎちゃんかあんなちゃんかで、うん、どっちもっていう選択肢は。彼女じゃなく結婚するなら誰がいい、私それ最初の方ジュナだったんですけど、最近めっちゃ結婚したいなって思うのは、誰だろう、なんかもう4期と結婚したくないです、そもそも。アンナちゃんは馬先の声かけづらい可愛い多分年下の人でお願いします。確かにそんな感じするわ。なんかアンナはやっぱり年下感があるんですけど、なんかなんだろう、言おうとしたこと忘れた。先輩だったら私は絶対にみゆみゆさんと結婚したいですね。もうなんか理想の妻。って感じ。ももちゃんはなぎちゃんにとってどんな人、どんな人、ももちゃんはもうなんかなんだろう、これはもうサホもそうなんですけど、なんか私にとってはもうほんと家族みたいな、ももちゃんはお姉ちゃんだし、サホもお姉ちゃんだし、まあ私の方が年上なんですけど。なんかサホって本当に年下感
なくて、なんか同い年って言われたらまだ納得するんですけど、本当に年下に思えない。しっかりしてるっていうか、なんていうか、私の方がなんかそのなんだろう、サホに守ってもらってる感が強くて本来なら私が守らなきゃいけないのに、サホに守ってもらってるから、いつもいつもなんか、ももちゃんはしっかり者かそうでないかって言われたら、まあ、そうでもないんですけど、なんかでもなんか真面目だし、根は根は真面目だし、なんか構い方、構い方がお姉さんなんですよ、伝われなんかなんていうの、本当に大事に思ってくれてるんだなって感じ。ももちゃんは適当だけど頼りになる、よく飲みに連れてて、あ、もうほんとそんな感じなんですよ、頼りになる。もう困った時とか私がしんどいなって思った時に絶対に一番に言うのがももちゃんなので、ももちゃんはもともと甘やかされた末っ子なんだ、ももちゃんって。でも確かになんかそんな感じするわ。でも祖母が結構ももちゃんのこと甘やかしてる感じ。私はもう本当にお姉さんかどうかってやると多分そうでもないのかな。え、でもこれちょっと言わせてほしいんですけど、4期の中で結構私お姉さんしてると思うんですよ。これについて語らせてほしくて、自分で言うんですけど、絶対私4期の中だったらお姉さんなんですよ。そうなんです、意外と私面倒見が良くて、きっとそうなんですよ。そうなんですよ。いやいや、そんなことないんですよ。例えばなんだろう、なんか直接的になんかみんなにこうよしよしとかはしないんですけど、なんかそのやっぱり私の2005年生まれ4期でいないので、なんかみんなのね、世代の架け橋みたいな感じなんですよ、私って。でそれでなんかこう場を仲介す、なんていうの、なんか仲介者みたいな立場なのでなんかどっちの意見も分かるから、そうじゃあこうしようみたいな、なんかそういう感じの役目を私がしてる気がする。無理はよくない、そういうこと言わないでくださいよ。しかも私結構面倒見が良くて、私子供にめっちゃ好かれるんですよ。なんか弟がいるからだったのか分かんないんだけど、なんか1歳2歳3歳くらいの子にめっちゃ好かれるんですよ。なんか最初はやっぱみんなこう人見知りの子がいるじゃないですか。この前どう言えばいいの、お母さんの友達が本当に1歳かな、1歳2歳くらいのちっちゃい赤ちゃんを連れてきたんですけど、ちょっと人見知りの子で結構誰とも話さないっていうか、ちょっと泣いちゃうみたいな感じの
子が私と仲良くなってくれてちょっと待って、同じレベルだとみんな疲れたんじゃん多分そうなのかも、じゃあそうなのかもしれない。じゃあでもそれでもいいんです。でも それでママのお母さん、ママのお母さんじゃない、ママの友達に、あの保育士さんかなんかですかって言われて言われたんですよ。だから私意外と面倒見がいいんです。赤ちゃんだと思われたやっぱそうなのかな、仲こいつ仲間同レベルって思われたのかな。そういうこと？泣いちゃうんだけど違います、アイドルでって言ったの、言ってないよえ、違いますよって言って、抱っことかうまい。え、でも弟が赤ちゃんの時もずっと私が抱っこしてたからな、多分人並みにはできますでも私絶対保育士向いてないんですよ。お宅の面倒も見てください。ちょっと私じゃちょっと手が足りないですね本当に暴れん坊ばっかなので。だから私弟のおむつとかも、おむつとか一緒に、変えてたんですよ なんか年が離れてるから結構いろんなことができる。え、超偉いよね。今だったら絶対やりたくないんですけど、おむつ変えてあげてましたセースのあざとし、私あざといの、私ってあざといの。弟なぎちゃん大好き。え、わかんない、なんか多分好きじゃないですそう、弟とは何個離れてんだろう、8個。私が小学2年生の時に弟が生まれたから8個離れてます。首座ってない赤ちゃんも抱っこできます、できます。でもさあ怖いよね、赤ちゃんってもう壊れそうでさ。私ってあざとくないんですよね、どう考えてもビジンと可愛いって言われてどっちが嬉しい。え、どっちも嬉しいんだけど、やっぱ美人さんだねはなんか本当に嬉しいですね。あざとくはないっす。え、そうですよねいつから私あざとしそうになったんでしょうか。意外にあざといと思う。え、最近メールあざといのやめたんですよなんか私ちょっと釣りにハマってて結構釣ったりしてたんですけど、なんかもうオンラインとかショールームとかで釣ってください釣ってくださいって、なんか釣ってほしいのがいっぱいいて、ちょっと手に負えなくなったのでちょっと釣りやめました。ちょっとあの結構キャラ崩壊してるって言われたのでやめました。普通に素でいきます、これからは。質問募集であざ、あ、え、質問募集あざとメールリクエストしようと思う。あ、絶対やだ、うん、もうやりたくないそう、なんかそう無理しなくていいよって言われたんですよ、みんなに
別に無理してるわけじゃないんだけど。いやなんか釣った時のみんなの反応が面白くてやってたんですけど、なんかもうやめました。なんか私じゃないかなと。私じゃなくてキャラが、そうメールとかで最近なんかあざといけど大丈夫って来たり、あそんな私ってあざといの似合わないんだと思って、あのやめました、すいません。4期の釣り師はやっぱメリーじゃないですかね。どうなんだろう。ハマり始めた頃にあざといメール全盛期だった。あーなるほどね。あこいつこんなやつだったのかって。でも最近またメールの返信が少なくて悲しいんですけど、あのちゃんと返信してもらっていいですか。おしゃべり会であざといは絶対嫌です。やりたくない、あざといの。私は毎回届いてますが、届いてるよ、届いてるけど他の人がちょっと返信をサボってますよね、ちょっと。返信サボっ、え嘘、サボってますよ。あー最低。最低です。まあいいんですけど、でもいいですよ別に、返信しなくても。けど5分おきに返信を確認しろ、私の気持ちも考えてもらっていいですか。寂しいんですけど。本当に私本当にこれ釣りとかじゃなくてマジで、私5分おきにメール確認してるんですよ。だから来てないともう本当に萎える。ドラクエしてて、おい、本当になんか今日 MC で先輩たちが NGT のファンの方あるあるをしてたじゃないですか。これ私言わせてほしいんですけど、名前を呼ばないと怒るの何なんですか。名前呼んでよとか、メス送ってよとか、やめてください。あなたたちタレントじゃないんですよ、わかりますか。本当に怒っちゃいますから。私もいやもう T シャツ重ね着はもう私もう
もういいです、諦めました、もう。もう分かってます、 T シャツ重ね着してることくらいさ。私の生誕 T が水色なんですけど、下の方にピンクとかなんか変違う色見えてたりするんですけど、それってどうなんですか、熱くないんですかそれ。今夏ですよ、本当に。レイアウト楽しんでる、なるほどね。おしゃれね。でもおしゃれだと思っておきますね、私も。ああ切れた切れた。ひどい人3枚、やば。本人たちはバレないか心配して冷や汗。いやもうね、見えてるからさ、見えてる。下に違う色がちょっと透けてるし。なぎさんの生誕祭ということで、私の生誕祭も1ヶ月前くらいなんですけどね。欲しいものあったりしますか今。めっちゃ欲しいもの、今一番欲しいのはお金です。私お財布を、お財布と相談せずに、私サホにディオールのリップをプレゼントしたんですよ。もう大変なことになってしまいましたね、お財布が。まあ、これはサホには内緒にしてほしいんですけど、うん、大変ですよ。ディオールをあげました、サホちゃんに。めっちゃ喜んでた、マジで嬉しい。そのレジでちょっとびっくりしちゃって、お。本当にでも喜んでくれたみたいで嬉しい。そうなんですよ、サホのサプライズ、サホにサプライズでナナとおもちゃんとサプライズ訪問行きました。あの配信、あのカオス配信見てた人いますか。マジでカオスだったけど、特にももちゃんの方の配信はサプライズだったんですよ。私はその時はまだタンプレを変えてなくて、ウーバーイーツでチキンとポテトを頼んでみんなで食べました。ももちゃんの配信もほぼうちらの雑談。本当にもう素で喋ってたんですよ。なんか配信用の会話じゃなくて、もう
素であれです。うちらずっともーちゃんめっちゃ食べてた。私のおごりです、あれはもう完全に。でも楽しかった、あの配信、配信じゃない、あの日。でもめっちゃ素これ世に流していいのってくらい素で配信しました。私なんて寝っ転がってたしね。え、そう、ナナもあのあれなんですよ、サプライズで行って、そう、私ナナに寝顔を見られましたね、完全に。そう、私はベッドで横になって普通にこうやってスマホいじりながら喋ってました待って、今何時？10分になったらやめますね。こんばんは。いやすっぴん、おい、すっぴんじゃないですよ。うん、レンジも直し、え、そう、レンジ直してあげました。なんか私もよくわかんないんですけど直りました。あ、7か、7はすっぴんだった。機械系強い、いや、あのこれあれなんですけど、なんか私が触ったら治りましただから私なんか不思議な力があるのかな。なんかレンジの電源はつくんですけど、ダイヤルを回してもこうスタートしないっていうか、だからそんなことあると思って触ったらなんか治りました。アンナちゃんがナギちゃん面白いから清楚ではないと言ってたよ。おいアンナ、おいアンナ、ちょっとつらかせやって言ってきますね。じゃあでももうなんか4期はもう絶対なぎちゃんイコール面白いっていうイメージがもうついてるのかもしれないですね。ちょっとふざけすぎましたね、4期の前で。あれ、私ってさ、私ってあの結構一応あのお姉さんやってたと思うんですけどってねえ、ちょっと待って、なんかママ来たんだけどなんでママ配信見てるのすごいやだ。え、私だけなの配信してるの、恥ずかしい。でも男女読みますね。もう13位 D 山さん、12位スパローさん、11位りょうすけさん、10位突破 Q さん、9位ハッピーさん、8位ケンタさん、7位新潟カズさん、6位マサボーさん、5位ビックラブコさん、4位りょう、あ、やば、変わった、どうすればいいどうしよう、どうしよう。6位りょうさん、5位 D 山さん、4位 FTO さん、3位メープルナオくん、2位わたちゃん、1位近藤和弘さんです。ありがとう。えヤンキーなお姉さんなんだ私って、やだな。じゃ絶対私4期に、あ、なぎちゃんは
清楚なお姉さんですって言わせるので頑張ります。じゃあね、ありがとうございました。またね。